ああ、二人とも？ちょっといいかしら。何ですか、班長。何か報告書にまずいことでも。そういうことじゃなくて、リンカの話よ。ねえ、あれからどうなったの？どうって、リンカさんから聞いてないんですか？聞いてたら、あなたたちにわざわざ質問なんてしないわよ。落ち着いてください、班長。急にどうしたんですか？ごめんなさい。でも、こういう時にリンカの方から報告に来ないなんて初めてなのよ。いつもなら撃退してきましたって胸を張って言いに来るのに。撃退って、酒場にいたリンカさんはとってもいい人でしたよ。いい人なんていうか、こう性格の悪そうな冷血悪女じゃなくて？別にそんな感じの人じゃなかったですね。いいお姉さんでしたよ。そうなの？そんなリンカがいるなんて初めて聞いたわ。久しぶりの再会だったみたいですし、リンカさんもちょっと嬉しそうでしたね。私だってリンカと二人で飲みに行ったことくらいあるわよ。前にもそんな話を聞いたような。やっぱりマリオンさんとリンカさんってとっても仲良しなんですね。仲がいいというか、そうね、どちらかといえば手のかかる子供の世話が大変ってところかしら。頼んだことを勘違いしたり、頑張る方向を間違えておかしなことをしたり、本当に大変なのよ。なんでそんなに得意げなんだ。マリオン、言われていた書類を作ってきました。遅くなってしまいましたが。それって一人でやらなきゃって言ってたやつですか？はい、過去の例を参考にどうにか完遂することができました。え、待って、リンカが書類を一人で作った？どういうこと？どういうことも何も、以前マリオンに頼まれた任務ですが、確かにかなり遅れてしまったかもしれません。次からは締め切りを守るように善処します。ええ、ありがとう。頑張ってね。はい、頑張ります。それでは失礼します。どうかしましたか、班長。さっきから様子が変ですけど。想定外の事態が多すぎて、なんだか頭痛がしてきたわ。大丈夫ですか、マリオンさん。少し休んだ方が。大丈夫、大丈夫なんだけど。そっか、リンカもちゃんと成長してるのね。見えないところで子供に成長されちゃうお母さんってこんな気分なのかしら。いや、お母さんって。班長、やっぱり休んだ方がいいんじゃないですか。リンカさん、自分にはお母さんがいないなんてそんなことないと思いますよ。だってこんなに優しいお母さんがそばにいるじゃないですか。